目安にしたいのは手を置いた時の肘の角度です。今回はピアノを弾く時の姿勢と椅子の座り方についてお話ししようと思います。姿勢めちゃくちゃ大切ですよね。その姿勢を生み出してくれるのが椅子の座り方です。とても基本的なことですが、椅子の座り方を見直すことで、もしかすると皆さんが難しいと感じていることをクリアできるかもしれませんね。ただし姿勢や座り方に心地よさを感じるのは個人差があります。考えてみると当たり前なのですが、皆さんそれぞれ身長や体重もちろん違いますよね。なのでこれからお話しすることを基準にしてですね、ぜひご自身にとって最も心地いい姿勢、そして椅子の座り方を探してみてください。確認しておきたいポイントはこの4つです。椅子の深さ、椅子の高さ、椅子の距離、そして足の位置です。これらのポイントを押さえながら良い姿勢を見つけていきましょう。きっとあなたの音そのものが変わってくると思います。まずは椅子の深さについてです。ピアノを弾くときにどれくらいの深さ、つまりこの座面をどのくらい使うかということですね。目安にしておきたいのはおおよそ座面の半分程度にちょうどお尻が来るということです。この目的は重心移動がしやすい姿勢になるということです。例えば深く腰掛けると安定感はありますけれども、この太ももが邪魔をして前後、特に前に行く重心の移動というのが難しく感じます。また浅く腰掛けてしまうと安定性がなくて体の軸自体を失ってしまうようなヨロヨロとするという感覚があります。つまり体の軸を持って左右や前後に重心移動できる姿勢を、まずはこの椅子の深さから探してみましょう。椅子の座面半分程度を目安にご自身にとって心地いい椅子の深さを探してみてくださいね。続いて椅子の高さです。発見の表面に手を置いてみてください。鍵盤は押さえないでくださいね。その時に発見と肘の手前あたり、前腕と言いますが、ここにちょうどぷっくりした筋肉があります。ここがおおよそ同じぐらいの高さになるということを僕は目安にしています。どうでしょう、皆さんやってみていただいて心地よく感じられますか？これを目安に少し上がった方がやりやすいよという人もいらっしゃれば、下がった方がやりやすいと言われる方もいらっしゃると思います。ぜひこの目安を基準にご自身の心地よい椅子の高さを探してみてください。続いて椅子の距離です。ピアノと椅子の距離ですね。どの程度離れてピアノを弾くと心地よく弾けるでしょうか。目安にしたいのは手を置いた時の肘の角度です。ピアノは左右に鍵盤が並んでいる楽器です。つまり手を横にこう開いていくっていうことが非常に大切な楽器というふうに言えます。肘の角度が90度よりも狭くなって、なおかつ胴体の真横にくっつけている、まあ少しこうピアノに近くでこういう形ですよね。このような形で弾いてしまうと手を左右に自由に動かすこととても難しくなります。なので肘の角度は90度より少し広くということを目安にして、肘が胴体よりも少し前に出るという距離をとって座るといいと思います。もちろんこの肘がとても前に出るのが心地いいという方もいらっしゃると思いますし、もうほんとちょっとだけがいいという方もいらっしゃると思います。ここの心地よさは人によって違うので、皆さんそれぞれの心地よさを探してみてください。またピアノを弾くときは腕の重さが瞬間的に鍵盤に乗るということが非常に大切です。瞬間的が大事なんですね。そのために90度より狭いと腕の重みを十分に鍵盤に瞬間的にかけるということが難しくなります。僕が今まで教えてきた経験上、鍵盤と距離がこう近すぎる方って結構多いです。逆に
遠すぎるなという方にお目にかかったことは実はほとんどありません。やはり鍵盤と近いと間違った鍵盤叩いてしまわないかなっていうふうに安心するっていうのはとてもよく理解できるんですけれども、ここは安心感もですけど同時にこの体の心地よさっていうことも頭に置いてピアノを弾く姿勢そして座り方をぜひ考えてみてください。では最後に足の位置です。まだペダルを踏んでないよという方は膝を90度程度というふうに曲げてしっかりとバランスを取るというのがいいと思います。ペダルをもう踏まれているよっていう方は、僕は実は左右ほぼ同じようなところにこのように置いて扇形にして左右にペダルを置いているというようなことをいつもやっています。ちょうどかかとがこう支点になってですね、重心移動をこう行っているというような感覚です。左足のみを常に引いておくというふうに習う、もしくはこの方が心地いいという方ももちろんいらっしゃると思います。僕自身は少しこう体の軸がねじれてしまうっていう感覚があるので基本の位置としては使ってないんですね。もちろんこの後腕部にこう移動するっていう時などはかかとに置いたままだとしんどいので当然左足を移動させて重心を移動するということをやっています。さてここまで4つのポイントでピアノを心地よく弾くことのできる姿勢そして椅子の座り方お話ししてきました。心地よさを感じられると自然に骨盤が立って背筋が伸びます。そしてピアノの神様が頭をひょいとつまんで上に上げてくれているような感覚になるんじゃないかと思います。どうでしょう、ピアノの神様皆さんを助けに来てくれてますか。そしてその心地よさのまままず息を吐いて、息がなくなったら吸います。そしてまた吐きながら心地よく気持ちよく音を出してみましょう。どうですか、皆さんの音少し変わってくるんじゃないかと思います。今回は良い姿勢で弾けるピアノの座り方ということでお話ししてきました。ここで言う良いは僕が決めるのではなくて皆さんそれぞれがご自身にとって心地よい良い姿勢を見つけることを指しています。もしこの動画が参考になってご自身の気に入る音色が出たらこれほど嬉しいことはありません。また一緒に頑張りましょう。じゃあね。